はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は抜け出せ混戦 J2 好調山形撃破へゴヤの爆発期待ということで、今回も出しているんですけどもね、ゴヤ選手そこの活躍フォワード陣ですねに相当僕は期待をしております。この間の大宮戦が相当ちょっと悔しいゲーム内容ではあったんで、そういう意味でもやっぱこのゴヤ選手ちょっとゴールが遠のいているんでね、この混戦 J2 抜け出すためにはこの、フォワード陣特にゴヤ選手の活躍というのは絶対に、鍵となってクールの底を期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも動画上げております。サブチャンネルあと50人ぐらいでチャンネル登録1000人行こうとしております。よかったら動画概要欄からサブチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。ということでまずこちら山形対大井ということで、現在山形は勝ち点22で5位でございます。直近5試合が4勝1分け無敗で、しかも現在4連勝中でございますね。前回栃木にも2対1で勝利を飾っております。そして対する大井現在勝ち点20で9位でございます。直近5試合が2勝2分けの1敗、そして前回はね本当勝ちゲームにすべきそんなゲームだったんじゃないですかね。大宮相手にドローで終わっておりますね。はい、そしてこちら、前回両チームスターティングメンバーでございますけれども、この後ちょっと紹介しようと思ってるんですけどもね、山形はこの小西選手が相当いいですね。昨年まで徳島にいた小西選手であるんですけども、この小西選手の縦パスとかくさびのパス、そこから攻撃が始まります。本当この小西選手の縦パス、その後はどういう風に抑えるか、これ長崎戦もそうではあったんですけども、最初にまず考えないといけないのは小西選手に、ボールを持たせるのは許すけども、この小西選手からパスが出た後を潰すか、それとも小西選手自身を潰しに行くか、そもそもパスを出させないようなそんなプレーをするかどうかとか、そこはどういう風に来るかですね。本当ある程度小西選手の縦パス、そこは覚悟して守って構えて、その後しっかり潰すか、それとも小西選手のパス、そこを封鎖するかとか、いろんな考え方あるんですけど、とにかくこの小西選手の縦パス、そこから一気に攻撃が始まるというか、本当小西選手のパスをきっかけに山形はねスピードアップしてくるんで、そこはやっぱり要警戒かなって感じがしておりますけどもね。はい、そして大分プレビューということで、現在 J2 トップ10が大混戦になっております。本当これ、2位とか3位とか、そことの差がこの現在大分もそうですけどもね、大分もなかなか苦しんではいるんですけど、意外と上との差が離れていないということで、大体この時期になれば、上位グループ、この、自動昇格を争う、グループと、そして中位グループ、そして下位グループと分かれてくるんですけれども、これ上位、1位から10何位までこれは、まだ分からんという話でございます。本当J2 トップ10が大混戦、今年は特にプレーオフもあるんでね、このプレーオフのことを考えるとまだまだこれはどうなるかわからん、上に行く可能性もあれば、その下にねこう引きずり込まれていく可能性もあるということでね、特に前回横浜 FC が熊本に敗れるという展開もありましたしね、この上位も現在負けている状態でございますので、まだ大分は全然これ諦める時期ではありません。ここでだからこそ一気に差を詰めたい大分ですね。特に山形現在5位なんでね、この山形との対戦これ結構大事、本当最後の最後まで昇格を争う形になるかもしれない。この山形とのゲームをしっかり叩いて、本当気持ちは6ポイントマッチがある気持ちで戦ってほしいと思いますけどもね。そして要警戒選手中で小西選手挙げてはいるんですけどもね、さっきも言った通りですね、この小西選手のパスをきっかけで一気にスピードアップしてくるこの大分でございますので、この小西選手ボランチの選手ですね、ここは要警戒で抑えてほしいと思いますけどもね。はい、そしてピックアップレーの注目選手はだからゴヤ選手ですね。得点力アップの鍵を握るのはこの間違いのゴヤ選手であるのは間違いね。そして調べてみたら3月30日からノーゴールということで、本当無得点が続いています。本当惜しいシーンがあったりとか、決定的なシーンはね、これその場面でシュート打ってるんですけども、この決定的な場面で打ったシュートが入らなかったりとか、本当ボール1個分とかね、そういうシーンも何回もあります。クロスバー叩いたシーンもあったと思います。ただしかしノーゴールということで、やっぱこのゴヤ選手も相当プレッシャー感じているんじゃないですかね。これ関西のゴールマシンといわれたこの、ゴヤ選手でございますけれども、3月末からゴールがね、本当1ヶ月以上ですねゴールがないということでね、そろそろ決めてほしい。ちょっと控えには藤本選手とか宇都本選手とかねもう控えてますしね、本当この攻撃的なポジションの争い相当激しくなっていることを考えても、このゴヤ選手もそろそろアピールしておかないとっていうのはあるのと同時に、やっぱりこれ現在の大分やっぱゴヤ選手がしっかりボール収めてからですね、これ得点以外の部分でのこれゴヤ選手の貢献度も高いんで、そういう意味でなかなかこれ外せない選手ではあるんですけれども、やっぱり一番やっぱこのゴヤ選手期待するのはこのポストプレーとかそういうのよりもやっぱ得点の部分になっていくんで、今後フォワードの軸として爆発期待していく、やっぱりこれ上に行くには間違いなくゴヤ選手の活躍というのは必須になっていくんで、そこは期待していこうと思ってますけどもね。はい、
ということで今回以上になりますね。ちょっと僕の時間の都合上ちょっと短い、コンパクトなプレビューになってしまいましたけども、今回以上になれば本当にちょっと短くなって申し訳ないんですけども、以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつねかたチャンネルとお送りします。さら喜ぶよ。